ブロック内のさまざまな駐屯地で勤務することができ、多くの人々と関わることで視野が広がると知り入省を決めました。硬そうや厳しそうというイメージでしたが、入省してみると皆さん優しく和気あいあいとした雰囲気です。防衛装備庁は防衛省自衛隊に属するため体育館系の雰囲気が強いのかと思っておりましたが、そのような雰囲気は特になく穏やかな職場です。いい意味でとてもギャップを感じました。防衛装備庁は日本の防衛に必要な装備品の調達等の業務を行っております。装備庁の中で私は人事業務を行っており、装備庁の人的基盤を支えております。サイバーセキュリティに関する業務に取り組むとともに、業務に必要な知識、技術の向上に励んでいます。周りの方がとても親切で、いつも気を配って私たちのことを見守ってくれているので、何か困った時にもすぐ助けてくださいます。在籍している職員が多いですが、和気あいあいとしていてとても居心地のいい職場環境です。防衛省では入省後すぐに約2週間の研修があり、防衛省職員としてあるべき姿を学ぶことができます。艦艇や航空部隊の研修をはじめ、海上自衛隊の専門知識を学べる研修など幅広く充実した研修があります。働き方はその時々で変わりますが、趣味などの自分の時間を増やし、心に余裕を持つことで良い仕事ができるようにしています。自衛隊と聞くと厳しいイメージを持つ人がいるかもしれませんが、実際はそんなことなく、周りの人はとても優しいです。防衛省で待ってます。